はい、それではアップダウンの応用をこれからやっていきたいと思います。まずはアップの方でいきましょう、右足の方を1,2,3,4 前に出してサイド1,2,3,4,5,6 後ろ1,2,3,4,5,6 サイド1,2,3,4,5,6 前1,2,3,4,5,6 はい、 OK、こういう一連の動きをします。ずっと、出す方よりも実は出してない方の足の方を使い方です。ずっとアップを狙っていきます。5、6、右1、2、3、4、5、6、はい、 OK、これが、使い方によってはリズムがキープされなくて足を出した時にこうやって固まってしまうとリズムがここでなくなるので、ずっとキープしながら出して前横後ろというふうにつなげていきます。リズムの方でやってみましょう。アップを取りながら右足からスタートします。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6サイド1、2、3、4、5、6後ろ1、2、3、4、5、6サイド1、2、3、4、5、6前1、2、3、4、5、6はい、 OK、 1、2、3、4、右足からスタートです。前1、2、3、4、5、6サイド1、2、3、4、5、6後ろ1、2、3、4、5、6サイド1、2、3、4、5、6前1、2、3、4、5、6はい、 OK、 はい、ただいまの、ステップの、ポイントなんですが、前に出した時も、かかとから出さないでつま先を添えるだけです。後ろに引いてつま先5、6、7サイドつま先で重心を移動させない、後ろ重心も移動させないで5、6、7横1、2、3、4、5、6前1、2、3、4、5、6、7、8という動きになってきますが、前の方に出すときにはこれはフォーコーナーと言います。横の方に出すとワッキング、パンキングの方によく使います。後ろの方に引くとポップコーンステップというふうな、ステップの名称になってきます。これも、いろいろと遊べると思うので練習をしてほしいのですが、アップを取りながらやるっていうのと、もう一つは16ビート、足の、かかとの方で 1&2&3&4&1&2&3&4 肩もサイド 1&2&3&4&5&6 後ろ&2&3&4&5&6&7&8 こういう使い方にもなってきます。曲によってどんどん変わっていくっていうのが面白いところだと思いますので、それも含めて練習してみてください。